はい、こんにちは。ジャーマネス通信販売花坂寺ネット店主の清水です。はい、2015年7月5日ですが、先ほどお客様が参られたので対応していたので途中で撮影が止まりましたが、続きを撮らせていただきます。はい、こちら交配品種です。オレンジのフリル系の花になります。花の大きさはこのぐらいですね。大きめですね。はい、こちらも交配品種です。ちょっとピンクというか薄い紫ですね。はい、こちらはちょっと赤っぽいような花ですね。こちらも交配品種です。はい、こちらちょっとくすんだ赤なんですが、こちらも交配品種です。ちょっと花は小さめでしょうか。はい、こちらはチェリーアイパンプキンですね。はい、何度も出てると思いますが、はい、ちょっと薪の入った大きめの花ですね。オールフィールドアップに似てるのですが、ちょっとこちらの方が中央のこの色ですね、これが薄いですね。はい、こちらがオールフィールドアップです。かなりの大輪になります。花が大きくオレンジが鮮やかで、中央の赤がちょっと濃いめですね。はい、こちらはなかなか目立つ花だと思います。はい、こちらスカーレットオルビットです。もう2週間ぐらい咲いてるような感じがします。こちらは花の茎がそんな高くならず、安定してなるべく下の方で咲きますね。花茎が安定しているので風などに強い感じですね。はい、このように鮮やかな赤に中央が黄色のところがアクセントになっています。はい、こちらは、はい、ちょっと小さめの花なんですが、なかなかいい感じの花です。はい、こちら蛍光系のイエローの小さな花ですね。はい、こちら何度も出てきますが、大きめの明るいカナリアイエローの花です。はい、こちらはちょっと肉の色といいますか、ちょっと桃色ピンクっていうか、赤系ピンクですね。はい、フリルがあっていい花です。こちらクラシックロマンスです。はい、こちらもクラシックロマンスなのですが、ちょっと先ほどと花が変わったような感じで咲いています。はい、こちらヘレンギゴールドですね。なかなかフリルが多くて鮮やかな黄色の花です。はい、こちら商品一覧にも出てるチェリーバーストです。こちらは文句なくいい花だと思います。薄い赤に濃い赤が、この絶妙な配色がなかなかいいですね。オービューティードリームスですね。赤の濃い花です。こちらもオービューティードリームスです。なかなかいい花ですね。こちらがオーシャンドなんちゃらという花なんですが、なかなか明るめの夏が似合うような花ですね。はい、こちらは交配品種ですね。こちらも交配品種です。
はい、こちらピンクの花ですね。こちらのピンクはなかなか嫌味のないピンクでいいと思います。はい、こちらはちょっと薄いピンクに濃い紫の配色がいいですね。この花の縁が濃い紫になっているところもなかなかいいと思います。はい、こちらは交配品種です。はい、こちらはオールアメリカンイーグルです。このピンクに紫の花となります。大きさは普通ぐらいの大きさですね。はい、コーサです。こちら黄色いフリルのある花なのですが、ちょっと花の形がおにぎりというか三角形に近いような花の形をしています。はい、こちらも交差です。はい、やっぱり三角のに見えますね。はい、こちらは交配品種ですが、薄めの本当に淡いピンクという感じですね。はい、こちらも交配品種です。こちらも淡い系の色合いが出ています。はい、こちらの濃い赤も交配品種です。はい、こちらも交配品種ですね。先ほどのカナリアイエローのヘメロカリスに似たような配色です。ちょっと鼻の虫がいるのですが、はい、こちらも交配品種です。はい、こちら大輪の蛍光系の白に近い黄色といった感じなんですが、なかなかいい花ですね。こちらも白に近いクリーム色ですね。こちらもいい花です。こちらも交配品種ですが、はい、なかなかギザギザのフリルとこのオレンジとピンクが混ざったような色合いがなかなかいいです。はい、こちらもフランクホルス系の交配品種ですね。線が入ってますね。はい、こちらも交配品種ですね。どこかの花に似たような感じにですね。はい、こちらも交配品種です。はい、こちら黒に近い赤の花ですね。なかなかいい花ですね。フリルもあってなかなかこの色合いはいいと思います。はい、こちらも交配品種です。ちょっと濁ったような赤ですが、はい、フリルがついています。はい、こちらも交配品種ですね。赤にオレンジが混ざったような感じの色合いです。はい、こちらも交配品種です。はい、こちらも交配品種ですね。あ、こちらは交配品種ではありませんね。ジョリーン・ニコルですね。商品一覧にも出ているでしょうか。ジョリーン・ニコルでした。こちらの方が紫が濃く出ていますね。ジョリーン・ニコルです。はい、こちら両でアイスランドレッドですね。鮮やかな赤の花です。ちょっとフリルが入ったような感じで、この花の縁がちょっと白が入ってますね。はい、こちら地面スレスレに咲くような大輪キシミーですね。フリルがあって優しい感じのピンクですね。はい、ちょっとエキゾチックな感じの花だと思います。
はい、今日の花の開花状況はこんな感じですね。もう花も最盛期を通り越してこれから少なくなっていくと思います。しかしヘマルカリスは一日花なんですが、日を置いてつぼみが開花していくのでまだまだ花が見れると思います。はい、今日もここ高崎ジャーマンアイリス園でヘメロカリスの一般開放を行っていましたが、今のところ10日までやる予定ですが、開花状況によりそれも変更されるかもしれません。もしお近くの方がいましたら、ぜひ見に来ていただけたらと思います。はい、それでは花咲かじネット店主であり高崎ジャーマンアイリス園園長である清水がお伝えしました。失礼いたします。